はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は第20回更新すべきか悩むカード対象をやっていきたいと思います。さあ、今日はね、まあ、もリクエスト尽きたと思うんで、はい。僕が選ばせていただいたんですけれども。<laughs> まあね、このね、企画ね、リクエストなくてもどんどん続いていくんでね、僕が、あの、紹介したいなと思う限りは、 まあ100回であろうが1000回であろうが続けようと思うんでよろしくお願いします。ということで、じゃあ今日もね、3選手やっていきたいんですけれども、まあね、サムネ見てもらえたらわかるように、はい。まあ今回もちょっと気になるところ、まあ気になってもいいんじゃないかっていうところをちょっと持ってきたんで、まあやりたいなと思うんですけれども、はい、もしかしたらもうやってるかもしれないです。<laughs> 実際確認せずに、 うん。やってるからね。そん時の気持ちで、うん、やってるんで、まあ、もしかしたらルキア選手とかやった可能性あるね。うん。まあいいや。ということでやっていきたいと思います。はい。ま何回でもやるんでね。何回でもこすりましょう。はい。まあね、初めて、この動画しか見てない人もいるかもしれないからね。まあその人たちのために向けてもやりたいと思います。はい。ということで、じゃあ先に、えー、左の方からね、いきたいと思うので、まずはこの選手です。 はい。アビスパ効果ルキアン選手です。昨年 J2 得点をね。はい。まあね、そこでグレード爆上がりしまして、去年の後半の限定は、グレード97かな ?96 とか7ぐらいで確か出てたと思うんで、まあ今回ね、レギュラーはね、まあアビスパに移籍して90ということで、まあ十分強いんですけどね、異次元持ちでね。まあこれと比べてじゃあどうなのかっていうのをちょっとやっていきたいなと思います。じゃあまずはこちら。 はい。今年のストライカーですね。ま、記憶新しいストライカーなんですけれども、これはま、22レギュラー推奨でいいと思うんですよね。ま、さすがにね、シュートスキルがね、まあ、ボレ、まあ、シュートスキルはないというよりも、あの、ボレーとかヘッドはあるんですけど、その正当なやつがないってことね。うん。逆にレアですよ、でも。うん。でもね、僕ね、正直ね、こういうカード嫌いじゃないんですよね。な、僕って、特徴のあるカード好きなんですよ。<laughs> なんかちょっと逸れてるカード、うん、っていうのは好きなんで、まあ正直ほんとは欲しかったんですけど、まあ、持ってる人羨ましいですけどね。はい。まあこれはさすがに22レギュラー推奨でいいと思います。次、えー、去年の後半レギュラーね。これはね、僕的には21後半レギュラー推奨でいいと思います。まあなぜかっていうと、さほど差がないっていうね。うん、異次元とコントロールシュート、異次元と S ストライカーとスピードドリブルということで、そんなに差がないし、まあオフェッチャーはね、こっちの方が60ぐらい高いんですよね。なんならね。うん。 能力値でもこっちが優先度高いし、ボナセもね、スピードと、まあパワーでしょ。まあそんなに、うん。まあオフェンスとかではちょっと変わってくるんですけどね。まあそんなに差がないと思っていいし、まあそもそもね、このカードの方が先に出てるんで、まあわざわざ更新のデメリットで、まあ7割引き継ぎとかしかないんで、まあそういうのを受けてまで更新する必要はないんじゃないかなと、正直個人的には思うので、まあこのまま、はい、21後半持ってる人はこっちでいいんじゃないかなという印象です。 はい。じゃあ次なんですけれども、えー、去年のね、エクスペ、もうルキアン選手出てまして、これね、難しいよね、正直。まあ前半なら22レギュラー異次元持ってる方がいいと思うんですけど、後半からならまあ別にシャプシューボレーのこっちでもいいし、まあクラチャンならこっちだしっていう感じですかね、個人的には。まあ、やけん、まあ条件付きかな。まあ前半からやったらやっぱり異次元欲しいよね。うん。後半からなら多少突破率上がると思うんで、まあただでも異次元に越したことはないかもね。 異次元強めです。ま、あでもこっちでもいいかなって感じです。はい。で、XP はまあね、はい、もう、XP の紹介、最近動画出したんですけれども、まあ EP がね、まあ金 EP がね、プラス50%。あー、じゃじゃじゃ、金 EP プラスね。ごめんごめん、間違えた。金 EP プラスがね、ダブル先生ついてるんで、まあクラチャンならこっちでしょう。はい、ということで次の選手いきましょうか。次の選手はこの人です。えー、FC、えー、横浜 FC の小川光輝選手です。 もうこの際ね、もうここではっきりしとこうと。もういっぱい限定出てるからね。まあ限定というか月間が出てるから、まあどれが強いんだっていうね。もう一回ちょっと、蹴りつけましょう。<laughs> っていうことでやっていきたいなと思います。まあこれも当然ね、ストライカーも強いんですよね。うん、異次元 S ストライカー、ヘディング銃と、ボーナーンナセモーフェンスということで。まあ評価高いんですけど、じゃあこれとまあ月間二つ比べてどうなのかというのをやっていきたいと思います。まずこちら。 2、3月の月間とだったら、個人的には22ストライカー推奨かな。まあ、やっぱ異次元 A あるのが決め手かな。まあ、ボナーセーンはジャイアントキラーね。まあ、発動条件満たせば十分強いんですけれども、うんー、まあ、正直ね、難しい。<laughs> まあま、比べてなんだけどね、難しいよ。うん。まあ、なかなか2つ持ってる人とかあんまいないと思うんですけど、まあ、差はあんまないかな。まあ、好き好きなとこもあります、正直。はい。ただまあ、あスキル構成的な話で言えば S、S えー、ストライカーのはね、 いいと思うので、まあ、ストライカー推奨にしときます。はい。まあ、でも、個人的には食わせなくて、両方持ちがいいと思います。という、元も子もないことをちょっと言っておきます。次、え、6月も出てるんですよね。うん。ここもね、さあ、そんなんないかな。まあ、スキルで言ったら6月月間かな。うん。まあ、B スキルが特に、うん。起点の動きとヘディングやったら、ちょっと、やっぱ起点の動きの方がよいいような気がします。はい。 うん。で、エースキル2つもあるしね。まあ、ホックスインザボックスと異次元と、まあ、硬いホね、異次元と、エースストライカーなんで、うん。まあ、そこの差もあるかな。まあ、6月月間がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、この2つに言えることは、ジャイアントキラーの発動条件を満たさないんだったら、ストライカーの正直強いかなって感じがします。なので、もう条件ですね。もう条件次第で変わってきます。はい。次。えー、ビッセル神戸の坂井豪徳選手です。まあ、坂井選手もね、意外とね、 うーん、まあ、レギュラーはね、そんなに、まあ今年がやっぱ一番いいと思うんですけど、レギュラーで比べたらそうなんですけど、まあじゃあこのレギュラー去年の限定と比べてどうなんっていうね。まあ今年もガーディアン出ましたそれと比べてどうなんだっていうところをちょっとやっていきたいなと思います。まあこのカードの評価はもうし,ょしょっちゅうやってるんで、まあ省こうかなと思うんですけど、まあ悪いカードではないです。はい、いいカードだと思います。じゃあまずはここね。はい。 今年のガーディアン。ま、あこれは22ガーディアンかなうん、能力値も、ま、結局、ボナセンとか入れてもディフェンス値はこっちの方が高いし、で、スキルもね、まあ、A でちゃんとタックルとスティール持ってるし、で、B でフィードっていうね、ま、あ文句ないし、はい、こっちかなって感じがします。全部上だと思います。で、ボナセン EP なんでね、クラチャも当然こっちになるので、ま、すべてにおいて、はい、22ガーディアンが上回ってると思います。でもう一個、まあ、去年の青山持ってる人いないと思うんですけど、 まあこれも結構強いんですよね。ガーディアンとパイフトスティール。まあ、これも21アウォーズの方が強いでしょうね。うん、A スキルのタックルスティールで。まあ、ディフェンチも1000、ね、超えてるし。まあ、実際ね、あのー、レギュラーがね、まあ、ディフェンチが820ぐらいか。まあ、これ20%かけても1000、まあ、届かないんでね。うんまあ、なくてもこっちの方が高いという、ね、感じなんで、あってもね。でまあ、当然、ボナセ戦が EP なんでクラチャもこっちだし。 はい。まあ、同じ評価なんですけど。すべてにおいてこっちが上かなって感じがするんですけど。じゃあ、この青ズとガーディアン比べたらどうかなっていうと、ま、二重にガーディアンかな。うん。ま、あ完全上位5巻みたいな感じなんで。ま、あなんだかんだ今年のガーディアンが一番強いと、はい、思います。はい。ということで、3選手やっていきましたがいかがだったでしょうか。まあ、今日ね。はい。 まあ、明日はどうしようかな。まあ、わかんないですけど、まあ、リクエストがあればリクエスト優先して受け付けるんで、はい。誰が比べてほしいとか、このか、まあ、できればね、カード指定してくれた方が比べやすいな。ということで、じゃあ、この辺で今日の動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。